安定してるかなとかさ、もう心配になったりさ、ロケで来たことあるとかさ、財布がねえとか、かぶって、財布がねえとかさ、財布がねえでみんな黙るんでやめて。こっちもテンパってる途中なんで。あった。はい、あ、じゃあ小金3つとおにぎり2つとライス1つ。はい。なんか。最初だけ暑いんですけど、はい、寒い時から皆さんの骨付きなんで手で。ちょっと手で。はい、お芝居の会入れようとしたら。あ、わかりました。わあ。でっか。そう。ええー、な。でっか。ええー、な、それええー、な。これ元やな、ええー、な、これ。桃と胸やで。桃と胸。ええー、な。ええー、な。なんでこれ、僕のモノマネなんすか、ね、似てるよ、多分10年のもんなんだけど。何、ジューシーなの？モモはジューシーです。モモはジューシーです。何が何なの？胸はちょっとさっぱりしてる、ね、スーパーでもわけで売ってる。何やってんの、それ。いや、お米美味しいから塩かけてくるの。そんな笑うことですか。それがやっぱ一番似合ってるよ、あんた。うまい、うまっ。ジュースさん、ごちそうさまです。いいっすけど、別に。ええな、ええな。お釣り、はい、ありがとうございます。楽しんでください。ジグソーパズルしてるんですね。そうです。出来上がったらこういうになります。あら、いやらしい。ちっさ。沖縄のお菓子が。はい、いただきます。よかったらおやつに持ってきてください。北海道のに。北海道のものを満たしたいです。ごちそうさまでした。はい。いやー、めっちゃまっすぐやわ。まっすぐすぎて、まっすぐが飽きる。
ちゃん、にゃちゃん、にゃちゃん、あら、あら、にゃちゃん、にゃちゃん、北海道のにゃちゃん、東京のにゃちゃん、あら、どこのにゃちゃん、にゃちゃん、あれ、意外に触らせてくる、にゃちゃん、あ、こっちにゃーちゃん、にゃ、にゃ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 、関東の猫と顔が違う気がするなんか、熊っぽかった心出しか、にゃーちゃんねえ、熊っぽくよりねとりあえず池を見たいんでしょ、ね、池が綺麗なんだ、だから来たんだ、思った以上にまっすぐだからまっすぐいや、キャンプ楽しいですねキャンプ、あ、でもこんなキャンプ場でもなんか安心しますよね、うん、クマも一歩なそうで、いやー、それはそうよね、もう熊のこと考えたら怖い、キャンプも突き詰めていくと最後旅ロケになるんだよおい、そこ行けよ、うん、もう一度降りたら、降りたら、うん、普段だったら降りないけど、そうですね、これ降りるってことは上がってくるっていうこと、でもせっかくだから行こうよ、行けの行けみたいでしょ、取れたか欲しいから行こうせっかくだから、めっちゃなんか近ない、あ、ジェットギア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 、ブルーインパルスやほんまやちょっと僕のモノマネですね、ここ階段や、あ、でかっ、しまちゃんでかっ見て、一段飛ばし、わあ、じゃあ俺三段飛ばし、俺自分のモノマネをし始めてるんですよ楽しいなとにかく楽しいなとにかく楽しい何を目的に、いや、目的なんかないんだけどさはあ、やっぱりすごいね、めっちゃ綺麗うわぁめっちゃ綺麗やん、めっちゃやん、支笏湖やひろし、めっちゃ俺のモノマネしてくるわ、山あるわ山と池やん、すげえわこれ、池の向こうに山、しまちゃん、しまちゃん、山めっちゃええやんこれ、綺麗な気がするもう無理やり、もう無理やり言ってるやん、それ。いや、公安と比べてどうなんだろうとか考えるけど、あれも綺麗でしょ、だって。いや、俺公安あんま覚えてないけど、こっちの方が綺麗やろ、そりゃ。それはね。それはこっちの方が綺麗でしょ。うん。綺麗な気がするって言い始めた。いやいや、だいや、わかんない。間違いなく綺麗って思います、これ。いや、だって、あの、光が当たってるからさ、あ、まあ、見えづらいんだよ、うん。だから気がするんですよ。気がする。ああ透明だとはならないならないこの辺見たら透明なんですよ、そうそう、それぐらいはって思うんですよ逆光やねんな、だからそうそうそう、だから光が逆光じゃなければね、あ、でもこれで見たら綺麗な気がする、綺麗やわ、綺麗な気がする、カメラ越しに見てこんなとこまで来て、あー、でもいや綺麗ですねいや、でも景色綺麗ですよ、本当綺麗、綺麗、あ、写真も撮ろう、たまには、いや、まああるからな、サムネこれかな、道路だろう、サムネ道路だと思うな俺、それは獣医師さんの動画だから別になんだっていいけどさ、何でも好きなのサムネ撮ればいい、サムネ撮ればいいけど、もう忙しい人